今回は安倍一二三さんと橋本里菜さんの相性を見てみます。相性診断の画面から、まず安倍さんを呼び出します。次に橋本さんを呼び出します。 二人の診断を実行をタップします二人の間には、勘合が一つあり、とりあえず仲が良いと言えます十二運は死と調整の十二運の裏表を持っていますので、二人は価値観が一致しやすいということになります安倍さんの長候用心日の戸が 橋本さんの名にありますので、安倍さんが橋本さんを好きになる。さらに、橋本さんによって運気が上がるということになります。しかし、安倍さんは自分の名にも、上光用心日の当を持っていますので、別に、橋本さんでなくても、自分で運気を上げることができる人です。また、安倍さんの空房、 鳥が橋本さんの命にありますので阿部さんは橋本さんに対して少々苦手意識があるかもしれません日種の対比は安倍さんが相手を積極的に自分の方針に従わせます橋本さんが自分は相手のペースになってしまいます とありますこれは、このような状態であればうまくいくという意味でもあります。まとめると、お互いの看護が一つ。これは仲が良いということです。十二運の裏表を持っている。価値観が一致。安倍さんの調工用心が橋本さんの命に。 安倍さんは自前でもチョコ用心を持っている。安倍さんの空房が橋本さんのメイン、これは苦手意識ということです。日誌の対比ですが、安倍さんのペースの方がうまくいくということになります。名刺から見る限り、二人の関係性はそれほど強くないような気がします。今回はここまでです。